さらばい銀太が君のところへ直接ね。さらばい銀さん。なるほどさん、なんか聞いたことあるような名前。すいません、三つ木源氏って人いらっしゃるでありますか。本官、警察局長のお使いで本官、報告書を持ってきたであります。まさか、あれが。君さ、報告書を受け取らなかったそうだね。信じられないな、ほんと。しかし、あの巡査ははっきり言った。報告書は、ほおずき巴の事件とは関係ないと。警察局、証拠保管室にて捜査官、正しき日常で殺害される。ミツル検事、被害者の名前はね、ちゃんと書かれていたんだよ。あの巡査、なぜそれを言わなかったのだ。正直、そこまで頭が回るようには見えませんでしたね。って言われよ。とにかくこれは重大な過失だよ、三鶴事件に。意義あり。しかし、その報告書を今朝、法廷に証拠品として提出できたはずだ。そうすれば、私は。ダメダメ、三鶴ちゃん。そうはいかないんだな。なんだと。法廷における証拠法の二大原則、二つ目は何だっけ。何ですか、なるほどさん。え、これはもちろん、その2、未登録の証拠の提示には審議中の事件との関連性が必要。それが何だというのだ。法廷で扱う証拠品は警察側が開廷前にリストを提出するでしょ。この報告書、そのリストに登録されていなかったわけ。つまりどういうことなのですかな。この報告書、審議中に関連性が立証されない限り提出できなかったのよ。な、関連性の立証はたった今、なるほどちゃんがしてくれたわけ。ありがとうね、なるほどちゃん。え、もうその当然のことをしただけで。バカな。ちょっとこれから付き合ってもらえますか。このメガネが伊達じゃないこと見せる時が来ましたね。さあ行きましょう、いざ科学の道を。私の科学を舐めたら体に毒ですよ、なるほどさん。なんだよその不敵な笑いは。そんな時こそこれの出番です、ルミノール試薬。ルミノール試薬、血痕ってちょっと洗ったぐらいじゃ消えないんですよ、目には見えなくてもね。でもそんな操作ならやってるんじゃないかな、警察も。大事なのは自分の目で確かめることです。ささ、とにかくやってみてくださいよ。僕がやるのかよ。だって私ほら未成年だし。関係ない。じゃあほらほら、このメガネかける、かける。え、そのメガネ
もう一本あったの？あ、やっぱりか。血液反応を調べたいところに薬を吹きつけるんです。ほら、こんな風にエンターで薬を吹きつけますから。めめた。めたいわ。さ、これで結婚を探してみましょうよ。じゃあ正しき捜査官の頭付近、このロープのあたりに、そこら辺に残ってるどうか。おかしい。あ、そこか。少なくね。少ねえな。メガネ越しに青白い光が浮かび上がってきた。もしかしてこれが結婚なの？なんか生々しいよ。なんで声が震えてるんだよ。実は実際に見るの私も初めてなんです。頼りない科学捜査官くんだな。とにかく確かにこれは結婚ですけど、なんか気になりませんか？ある種科学的に気になることを科学的に考えてみよう。結婚の量です。犯人と正しき捜査官はここで格闘したわけだよね。その割には結婚の量が少なすぎるような気がするな。私もそう思います。だって被害者の靴底にはこんなに血がついてるのに。確かに不自然だ。血塗られたこの刺身弁当、お今日のおごりですわ。うまそう。美味しそうなんだよな。え、弁当箱にあれだな、何もの入れてるってところだよ、歌舞伎。だからね、残念なことにこの弁当にはね、とても大事なものが入ってないんですよ。醤油。はい、新鮮な醤油が入ってないです。いや、いらないです。いや、あれじゃない、あれ、醤油で食べたい。え、新鮮な刺身では醤油なんか不思議だと。なるほどね、そういうタイプか。じゃあ素材の味で、生塩で。僕刺身食べるとき何もつけない。塩も？塩もつけないよ。ね、あのカツを食べるときだけはせめて生姜は上に乗せた方がいいよ。カツオって腹壊すから生姜とかで殺菌しないと。そうなんだ。うん、あとちなみに毎回カツオ食べてお腹が下すんだけど、それは生姜使って殺菌してねえからね。刺身弁当だけでここまで盛り上がるのどうかと思うよ。